ここにじゃあ乗り切らないものは、はい、ここら辺に集合されてるんですね。基本的にはこういうような形で、これは一応鍵がかかるようになってて、そうですね、はい、一応防犯はできるようになってるので、持っていかれて困るようなものはここに入れられてるんです。そうですね、はい、こっちはハウスクリーニング系、ここら辺はお庭系ですよね、はい、あとこっちは草刈り機とか、これはドマ洗浄とか、ドマ洗浄ちょこ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 増えていくので、はい、最初の量ぐらいだとね、部屋でできるかな、受けるかなっていうところですけど、はい、やるうちに、まあ、物も多分どんどん増えていくでしょうしね、ただ別でこういうふうなさ、あの置いとく保管スペースがあるといいよってことですね。そうですね、あとは本当に夏場なんかはエアコンクリーニングが結構入るので、はい、まあ、そういった時は本当に洗濯機で帰ってきてすぐに洗えるように。これすごいですね、これ外に、自分の服洗ってるわけじゃないですよね。じゃないです仕事用の洗濯機、はい、ウエスだったりだとか、ちょっと汚れた手袋だったりだとか、本当に細々としたものをそこで洗って、でそのハンガーをここにかけて干してエアコンクリーニングの時期だとよく乾くでしょうからね。そうです、冬場は乾かないです。そうですよね、はい、あとこっち側もなんかちょっとありますね、いろんなね。そうですね、お庭関係、これ何そうですか、これはあの草むしりとかした時とかにこうポイントして袋までの間の入れるやつですね。それはあのお客様からいただきまして、はい、もう重たいからいらないから持っていってっていうので、私も使っていただいたやつです。使ってますよ。あ、そうですね、たまに使わさせていただいて、いろんな形になるので。この辺はだから別に鍵がある倉庫に入れるものでもなくて、はい、別に置いとけるものを、そうですね、まあ、雑にと言いますか、まあ、ささっと使えるぐらいな感じで。確かに戸建てでねやられるオーナーさんだと、こういうふうにね車庫なんかをうまく活用すると、はい、家の外のスペースがね活用できると、ね、そうですね。これマンションでやってるオーナーさんはどうしたらいいですか。マンションっすか、それこそ車をちょっと大きめにするとか、レンタルスペースみたいな、まあ、あの豊橋とかだとそのレンタル倉庫みたいなものがあったりするので、はい、まあ、僕は一時期そういうの考えたりはしてたんですけど、まあ、それぐらいになるですかね、まあ、あとは店舗を借りるとかぐらいになっちゃうんじゃないでしょうか、きっと。私はもう2年目に入りますけど、はい、しばらくはまだお一人でずっとやられるご予定なんですか。今悩んでまして、まあ、できたら一人でじゃなくて2人になって、その方に任せられるようにしていき、後々はしていきたいなと思ってまして、まあ、ですけど、あの一応3年間は自分一人であがいてまして、まあ、自分がやっぱりできない仕事を人にやってもらうのってなんか嫌じゃないですか。なので、まあ、自分としては経験値を上げるための3年間はあがこうと思ってて、なのでそこも踏まえると、もうあと1年ぐらいかはあのちょっと一人でやって、後々はちょっと誰かにお願いできるような環境にしていきたいなと思います。その従業者を雇用するというところも3年終わった後の一つとしては、ね、計画としてはあるということですね。そうですね、頭の片隅にある感じですね。そうなったらね、なかなか自宅にあの集合でっていうわけにもいかないから、そうな、事務所を設置しようかなとかっていうことにはなってくるかもしれないですね。そうなんです。冬場なんかは5時4時ぐらい帰ってきても暗いので、一応アイライトとか自分でつけて、ここで結局草刈り機のメンテナンスとか夜な夜な一人でやってるんですよ。めっちゃ不審人物なんでまあそういう時にやっぱ明るいのがあった方がいいかなと思って、ここら辺のご近所の方はなんか夜遅くにあの人帰ってきてここら辺でごそごそしとるなっていう、多分気になってらっしゃると思うんですけど、一応お仕事してるんですっていうこれいい仕事ですね、自宅で。そうですね、ね、帰ってきてここでやって、やりがいはありますよね。本当なんかこういうのが好きな人だと余計、あ、そう、ハマってっちゃう、ね、DIY が好きだよとか、そうです、もともとなんか自分でやったりするのが好きだよっていう方はすごい向いてるとは思いますね。こんなん作ってたら楽しいんですか。いや、楽しいっすね。あ、じゃあもう転職っすね。なんかジャストフィットでわあハマったってなると嬉しくなっちゃうので、やっぱりあのいろんなもの積むので、なんかいろんなパターンを想定するんですけど、なんか違うことも発生するので、そういった時はちょっと直したりとかしてやってるんですけど、まあそういうのが好きなんですね。その結果ね、お客様から喜んでもらってありがとうって言われて、はい、お金までいただけるとすごく嬉しいですよね。ありがとうございます。はい。
今日はあの増田さん自宅兼事務所のオーナーさんということで、はい、あの取材をさせてもらいましたけども、ぜひあの自宅で開業するっていう方に関してはですね、この使い方であったりとか、あとは車もやっぱ大事なポイントなんでね、ですね、これに乗ってお客さんの元に行って、物出して作業して見積もり出してってやるわけですから、まあ、いわゆる相棒みたいなもんですもんね。そうですね、相棒ですねこれはね、本当に車のところもちょっと参考にしていただければなと思います。今日はまさかありがとうございました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。